さあそれでは今日のゲーム振り返りましょう。ロッテは先発はフリアでした。立ち上がりランナー一塁出て小屋野、ここはしっかり送ってきて送りバント成功と思いきやフリアがバランスを崩します。送りバントとエラーが記録されてピンチ拡大。ワンアウトを取ったんですが二塁三塁でバッターは中田。昨日に続いてのタイムリーが出ましてファイターズが1回に先制点をマークです。フリアは立ち上がり苦しいピッチングでした。一方ファイターズは先発上沢、久しぶりに勝ち星を手にしたいところでこちらもランナー2塁で井口、うまくバットに乗せるような形で左中間、これがタイムリーツーベース。すぐ追いつきます。マリーンズ1対1。ゲームは3回ランナー1塁ノーアウトで初回タイムリーの中田、真ん中の甘いところに行ったところを見逃しませんでした。初球打ち左中間へ、今日3打点18号ツーランホームラン、67打点トータル。中田の一発でファイターズがリードを取ります。3回の裏マリーンズは1塁3塁ワンアウトで昨日デビューを果たしたデスパイネ、ここもチャンスでサードゴロ、しかし3塁ランナーがホームを踏んでトータル2打点をマークしました。5回には2アウトランナー2塁でバッター大引きを迎えて古谷、なかなか古谷も落ち着くことができません。この辺タイムになります。貴重な追加点で4対2。古谷がなかなか自分のピッチングできません。一方上沢に対してはマリーンズ5回、加藤が三振、鈴木サードゴロ、4回5回は三者凡退に上沢の前に抑えられます。今度は7回の裏上沢は120球に達してそれを超えました。そんな中でも気合の入ったこのピッチング、金沢をサードファールフライに打ち取って7回でお役御免126球4安打ピッチングでした。8回の表エラーやフォアボールミスなどもあってワンアウト満塁、大谷を打ち取った後の松永、西川にこの打球、前進守備のセカンドの右を破る2点タイムリーヒット。これで6対2、大きな追加点が入ります。8回からは武田勝が中継ぎ登板、しかし鈴木大地がこれを捉えてツーベースヒット。そしてランナーが溜まったところ2塁1塁で栗山監督、デスパイネに対してはカーノを持ってまいりました。これが成功、見逃し三振、ギリギリのところデスパイネ打ち取られて、今度はサブローで宮西、この回だけで3人のピッチャーを突き込んで4点差ですが、ファイターズ必死の継投を見せます。そして9回は谷本、ランナーは1人出ますが金沢を最後はレフトフライに打ち取りまして、ファイターズは3連勝、上沢久々の勝利、マリーンズは連敗、3位日本ハム、4位ロッテ、そのゲーム差は6に広がりました。6対2、日本ハムが勝利を収めたゲームでした。